水谷さん、はじめまして、青森山田時代の伊藤の、あ、美和さんですね。伊藤美美和さん和。ですね。美和選手との一番の思い出は何ですか？よろしくお願いいたします。地元が静岡県磐田市なんですけど、地元が一緒なんですよ。伊藤美誠の家が近かった、歩いて行ける距離だったんで、お互い実力があってっていうので、たまたま強いペアが近所だったっていう。たまたま近所でたまたま卓球強いみたいな。そうなんで、本当に奇跡的な感じで、たまたま地元が一緒で金メダル取れたっていう、本当に奇跡。何の興味もないんですよね、伊藤さんには。僕ですか？いや、伊藤選手がいなかったら多分金メダル取ることもなかったんで、すごく感謝はしてますけど、お互い結構そっけないかもしれないですね、終わったら。卓球以外にお互い興味ないみたいな。僕はもちろんその感謝してるし、やっぱりテレビの仕事してる以上、伊藤選手の話題とかってすごく盛り上がるから、話したい部分はあったりするんですけど、去年ぐらいに一緒に地元の磐田に帰ったことがあって、イベントがあったんです。一緒に写真を撮ったんですね。一緒に写真撮ったから LINE で送ったんですよ。記録にならないんですよね、なんでか。ほう。3ヶ月ぐらい経っても記録にならないから、この前会った時に、この前送ってるのが全然記録にならないよっつったら、もうお前のことブロックしてるからって言われて、僕、ブロックされたんです。ご愁傷様でした。だからそれ以降はなんか伊藤選手の話はやめてます。はい、お疲れ様でした。